行きます、はい、よーいスタート。ね、すごい上手そうなこといっぱいいたんですけど、まあじゃんけんですので、そうですね、さあお願いします。さあ、さあ大丈夫でしょうか。さあバージルの方はどうなんでしょうかね。武器は幻影剣を打ちながらのフォースエッジですね。フォースエッジメインで使っておられるようです。まあ普通安定していきますね。はい、安定して、まずい、あこっちです、ちょっと緊張してますね、かなり緊張してますが、はい、まだ倒してない。さあちょっと時間の押されていますが、はい、でそしたらここを押します、はい、ここかなり緊張してるみたいですね。まあまあそうは仕方ないですよ。まあ落ち着いていただいて、はい、これはね確かにメンタルもありますよね。そうですね、大勢の前で、はい、はい、やってることで放送の方はね、あの画面しか映ってないんで大丈夫です。はい、あ、もう全然あの皆さんからね、ロックオンしないとって、そう、自分のプレイでやっていただければと思います。はい、そう、 R1 押しっぱなしの中の、戦闘は安定すると思います。あのやっぱりね、ステージに上がってる方皆さん最初は手が震えるんですよね。そうなんですよ、しょうがないんです。そうしょうがないです。この中での記録をどこまで伸ばせるかということなので、その辺はね、お、だいぶ安定してきました。はい、はい、さあ行きましょう。だいぶ落ち着いてきたようですね。頑張ってください。そうですね、幻影剣を打った後丸ボタンで瞬間移動すると、はいはいはい、早く倒せるかなというところです。さあ、渡辺さん、あ、いいですね、幻影剣を打ちながらの攻撃。そう、幻影剣を打ちながらのスインガー。お、なかなかこれで収集ゲージも貯めています。さあ、ということで、さあ、ステージ4、さあ、ここから難しくなってきますよ、かなり。攻撃を食らわないことが時間短縮のポイントとなってきますが、はい、どうでしょうか。さあ、氷を割りつつ、バージェルのスティンガーは攻撃力そんなに高くありませんので、はいはいはい、さあ、近づいて後ろから切って、さあ、現役を刺して、さあ、一体やりました。続いて現役ワープでの危ない、ここでどう、さあ氷が出たところで、はい、剣影剣で近づいた方がいいよ。割っていきましょう、割っていきましょう、はい、はい、倒しました。なかなかのスピードになっています。さあ次のステージ、ステージ5です。はい、まあ、この辺からだいぶ難しい。ここで3分経過、はい、3分経過、ちょっとペースは遅いでしょうか。はい、まあ焦らずやってください、まだこれから挽回可能です。はい、後ろからの攻撃はビアンコアンジェルにはよくきます。さあ後ろ、されたら、さあ後ろを取るか、はい、後ろ取りました。お、なかなか、はい、次のステージ来ました。続いてが6ですね。ここですね、ここ結構時間かかるので、しっかりやっていけるか。幻影剣を打ち込んで、はい、うまく、あ、まず1体をやりますか。早いですね、幻影剣、これも早く測れるかと思います。あ、いいですね、これかなり早いですよ。なかなか処理が早いですね、これいいと思います。幻影剣もっと打ち込んでいった方がいいんではないでしょうか。さあ取れていって、できれば幻影剣、さあまず1体倒して、はい、2人とも剥げました。ここは、さあ、さあ、ここは近づいて連続攻撃で決めたいところ、削っていきたいところです。はい、さあさあさあ削って、スプレーが入りまして、ちょっとペースは遅いか。ステージ次は7、ここです。さあ空中戦ですね、ここは空中戦。できれば幻影剣で近づいて1個ずつ倒していきたいところです、ね。はい、なるほどなるほど、はい。さあ続いて確実に1体ずつ、はい、そうですね、はい、そうそう、幻影剣でどんどん近づいてやっつけていく。はい、いいですね、いいですね、はい、とん、あ、まとめていきましたね今、はい、まだ数が多いので、デビルトリガーゲージがマックスだともったいないんで、魔人化するとなかなかいいかもしれません。確実
ースに攻撃を上げていきたいところですが空中での蹴りが入りました。入りますね。デビュートリガーもまだ残してますからね、はい、さあステージは8。さあ続いてここをまとめていきたいところで、ここは体力が少ないのでなるべく早く倒しておきたいところです。丸ボタンでの幻影剣のワープをうまく使えば早く近づけて倒せると思います。ああ合体しちゃうかなこれ。月輪脚渡り判定も大きいので、はい、なかなか有効な攻撃でしょう。さあ頑張ってほしい。まだ残ってるかなこれ。まだ残ってるでは当たりですね。はい OK ですね、はい、さあ次のステージですね。はい、さあここもまとめて攻撃したい。ここはキメラがスケアクローに取り付く前にスケアクローを処理しておきたいところですね、はい、なるほど。そっちの方が圧倒的に殲滅が早くなるわけですね。合体される前に倒してしまう。そうですね、なかなかいい感じですよ。はい残り1分となっています。1分前です。頑張ってください。おっとここでダメージ。そうですね、で集中ゲージが少ないときはベオルフなかなかいい選択しかもしれません。あーここでスケアクローニのキメラも撃破。さあ倒した。さあ全部倒しました。さあ次のステージ。さあ時間的には微妙なところか。微妙なところ。何ステージ目。さあ10ステージ、ま、さあ頑張ってほしい。頑張ってほしい。幻影剣のワープを忘れてる、はい、残り10秒、はい、10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、そこまでです。